土砂搬出反対全国連絡協議会顧問の湯浅一郎さん、お願いします。皆さんこんにちは、辺野古土砂全協の湯浅と申します。辺野古埋め立てに必要な東京ドーム17杯分の土砂の約 80% は沖縄の外から持ち込むガンズリというものです。東から行くと香川県の小豆島、山口県黒上島、向島、福岡県門司、長崎県五島、熊本県天草、そして鹿児島県の南大隅、奄美大島、徳之島がその予定地です。さらに埋め立て用ケーソンは三重県の津で作られます。それらを止めていけば埋め立てはできません。私たちは2年前そのことを目的として全協を作りました。現在12県18団体が参加をし、つい5月の27、28日にも北九州の小倉で第4回総会を行いました。ほとんどの搬出地からそれぞれ切実な報告がなされ、取り組みの方向性が議論されました。これまで約9万4000筆の搬出反対の署名を政府に提出しています。この署名は今も続けており、まだの方がもしおられましたらぜひともご協力をお願いいたします。辺野古と大浦湾の海がジュゴンやサンゴの住む生物多様性の豊かな海であることは国際的にもよく知られています。その海を埋めるということは生物多様性国家戦略や沖縄戦略に反する行為になりますけれども、それと全く同じ構図が土砂搬出問題にも当てはまります。第一に、すでに搬出地では採石に伴って自然が破壊されています。奄美大島の瀬戸内町では山が削られ大量の土砂が海に流入し、岩盤に泥が付着し、海で生物の姿がほとんど見かけません。第二に、温帯域から亜熱帯域に土砂を運び出すことでアルゼンチンアリとか灰色ゴケグモといった特定外来生物が沖縄本島の独特の生態系を破壊する恐れがあります。それには沖縄県が作っている条例を生かしていくことが求められています。そもそも辺野古の海を埋め立てることは生物多様性を守ることにはなりません。むしろ必要なことはジュゴンのために海洋保護区にするべきです。私たちは一粒たりともふるさとの土砂を戦争に使わせないという思いを共有して、辺野古新基地ストップのために何としても西日本からの土砂搬出を阻止するべく力を注いでいきたいと考えています。以上表明して土砂協からのアピールとします。ありがとうございました。辺野古大浦湾と全国を結ぶ大変大切で有効な取り組みだと思います。湯浅さん、ありがとうございました。